エジプト末期王朝は第26代祭スアサからペルシアの征服に至るエジプト第三中間期後のエジプト人による支配が最後に花開いた時代を言い、アレクサンドロス三世の支配と共に終わった。紀元前664年から紀元前332年まで続いた。滅び行くかつての大文化とみなされることも珍しくなく、そこではエジプトの権力は衰退した。 サイス王朝としても知られる第26王朝は紀元前672年から紀元前525年まで続いた。ナイル川から航海への運河建設が始まった。第1アケメネス朝、この王朝は拡大するカンビュセス2世のアケメネス朝に支配されたエジプトと見られている。第28王朝はサイスの王子であるアミルタイウス一人で成り立った王朝で、 この王はペルシアに抵抗した。名前を刻んだ記念碑を建造せずに用去った。この王朝は紀元前404年から紀元前398年の6年で終わった。第29王朝は紀元前398年から紀元前380年にかけてメンデスに支配された。第30王朝はエジプト第26王朝から芸術様式を取り入れた。 三人のファラオが紀元前380年からペルシアの再占領につながる紀元前343年の最後の敗戦まで支配した。エジプト第31王朝の第2アケメネス朝があった。ありがとうございます。